この少女の言葉があなたの心を打つ。大人の世界はね、自分一人で責任を取れるなんてことはないの。世の中がどうとか誰が言ってたじゃなくて、あなたの意見は。分断はガキの遊び場じゃねえんだよ。ちゃんと読んで判断しなさい。そうじゃないと卑怯よ。ダサくしか生み出せなかった。ダサくしか書けないから死ぬ。10年やってダメだったなら11年やればいい。響き、間違いなく天才です。